お世話になります。ヒトリーでございます。剣盾の有料 DLC である鎧のことを、この動画をご覧の皆さんはもうすでにがっつりと楽しんだと思います。がっつりとプレイしたなら、嬉しかったことも悲しかったことも体験したでしょう。その中でせやかで駆動、これあるあるやないけと思ったこともたくさんあったのではないでしょうか。私もその一人で、ドライのことあるあるを早く言いたい、言いたいな、言わなくちゃ絶対言ってやるという思いが脳内を駆け巡り、眠れなくなりました。そして他にもあるあるを早く言いたいと熱望する同志からあるあるを募りましたので、今回は鎧のことをあるあるをご紹介していきたいと思います。ホエル王がデカすぎて草がち。一番最初に鎧島に来てパッと見渡して目に入るのがホエル王。初めて見た時は誰もがその大きさに驚いて草を生やしたことがあるでしょう。これを見た瞬間に一気にワクワク感が高まり、鎧のことは最高ってなりましたよね。ただ貧乏体質の私、個人的にはホエル王は剣盾発売時にいたポケモンなので、サプライズ演出枠のポケモンをホエル王で使うのはもったいねえなと思ってしまいましたけどね。ひねくれていてすいません。サメ肌の存在感が異常。鎧島に来て海を探索してると、不意に爆走して追っかけてくるサメ肌。初見の時はこんなにも生き生きと高速に動くポケモンを見て、その存在感に心からめちゃくちゃ興奮したと思います。ただ慣れてくると、幸か不幸か我々の感受性も麻痺していき、心は水平線のごとく平坦で、その存在が邪魔でうざく感じてしまいますよね。さらに慣れてくると回避もできるようになりますが、わざわざ回避するのは面倒で、うざいことには何ら変わりないんですよね。メノクラゲの存在感が異常。ポケモンの過去作をプレイしたことがある方なら、波乗りで移動している時にメノクラゲが頻繁に出てきて、うざ、邪魔だ、見たくもないと、その存在感に苛立ちを覚えたことが一度はあると思います。鎧のことのメノクラゲはそんなことは一切なく、むしろ一通りプレイしても遭遇することすらなく、図鑑を揃えたりするためにネットで出現ポケモンを調べ、ようやくこいついたんだと認知するレベルですよね。ただうざい枠はなくなったわけではなく、先ほどのサメ肌に世代交代しただけなんですけどね。ミツバの存在感が異常。ミツバと最初に遭遇した時は、ストーリーの中でも見た目的にもただのモブキャラで、ただの道場拡張の仲介役程度の位置づけかと思ったら、マスタードの嫁だし、裏ボスみたいになってるし、ジョークかと思うくらいのえげつない存在感を放っていて驚きますよね。こういうパターンのストーリーは今までのポケモン史上地味にレアなケースなのではないでしょうか。ミツバへのワット貢ぎ、途中で放棄しがち。マスター道場でミツバに寄付ができるようになった時に、そこそこワットを持ってて、ついでにやっておくかと思い、ミツバに寄付し始めて、何回も何回も繰り返し寄付するも、思ったよりも上限が高く終わりが見えなくて、自分のワットの方が先になくなってしまい、結局最後までやらず途中で放棄してしまいますよね。でクリア後にググって最適なワットだけ貢いで終わりなんていう人は山ほどいると思います。ストーリーがぬるゲーになりがち。剣盾本編クリア後に鎧島に行くと、自分はギンギンに育成済みのポケモンをすでに揃えていて、ストーリーがあまりにもぬるゲーになってしまい、物足りなく感じてしまいますよね。私はダクマ1匹で行く時もレベル調節が面倒で、つい経験飴を推奨レベルに合わせず一気に上げてしまって、案の定ぬるぬるゲーになり、ストーリーがほぼ島の観光と化したのは言うまでもありません。連れ歩き機能、自転車についてこれず無意味と化しがち。連れ歩き機能は色違いまで対応しており、最初はその機能にみんな大興奮したことでしょう。ただいざプレイしていると、連れ歩いているポケモンは自転車の速度にはついてこれず、走りにさえもついてこれないポケモンまでいて、結局ブリーチの瞬歩みたいな瞬間移動で自分の元にたどり着き、実質連れ歩いていないのと一緒みたいになりますよね。それどころか探索中に間違って話しかけてしまったり、野生のポケモンかと間違えて避けようとしたりと、障害になることすらあって、ポケモンと一緒に旅をするという理想と現実の乖離を痛感しますよね。 SNS で連れ歩きポケモンの間接自慢されがち。主に Twitter で、例えばポケモンの巣の位置などの攻略方法を共有するとき、連れ歩き機能ができたことによって、スクショに色違いの幻や伝説などの珍しいポケモンをそれとなく写していて、間接的に自慢してくる人が増えましたよね。みんなにとって有益な攻略方法を共有しているだけで全然自慢じゃないですよ。あ、え、珍しいポケモン
映っちゃってましたかみたいなスタンスだからちょっといやらしいですよね。自慢するなら堂々とやろうぜ。ガラル本土で連れ歩きできないことにピエンガチ。鎧のことを配信後は基本鎧島にいて連れ歩きが当たり前になっている状況でいざガラル本土に行った時連れ歩きができなくてマジピエンですよね。連れ歩きのポケモンを意識的に待っているわけではないですが出現するのを一瞬待ってしまい、あ、そういえば本土だったと気づくことは1日に3回はあるのではないでしょうか。先ほどまで連れ歩きの文句を言っていましたが失って初めてその大切さに気づくんですよね。まるでマンネリ化して別れてしまった恋人みたいですね。ま、私は恋人いたことないんですけどね。本土との行き来マジだれ。鎧島を拠点としている人は多いと思いますがそうすると王冠やミントの購入や孵化厳選など微妙にできないことがありたまに本土との行き来を余儀なくされるわけですよね。マジだれ。さらに行き来はたまにですし電車に乗るのは最初だけでそれ以降は必要なくなってしまいビジネスとしてちゃんと成立しているのか心配になってしまいますよね。そういう点でもマジだれ。レイドの NPC でクララやセイボリーが来るとやや興奮しがち。レイドの NPC といえばどいつもこいつも弱すぎることで非常に有名ですがその NPC の中にストーリー中に登場したクララやセイボリーが来るとややワクワクしちゃうんですよね。ただこいつらが来たところでものすごい戦力になるかというとちょっとマシな程度なのであくまでややなんですけどね。縛り組手の存在感が異常。縛り組手は双剣の塔をクリアするとできるようになりますができるようになってもストーリーに関係ないので放置しがちになりますよね。しかも縛り組手は必須レベルで欲しいような報酬はほぼなくストーリーをクリアした頃にはそもそも脳から存在自体が消滅しているんですよね。不思議ですね。ワットバグの存在感が異常。鎧の孤島になってからはだいぶ改善はされたものの例えば夢特性のポケモンはやはりゲットしにくくワットバグを使わずにはいられない方が多いでしょう。もはやこのワットバグは使用することが前提で剣盾発売時からほぼ使用と化すくらい盤石な存在感がありますよね。いくらユーザーに有利なバグは修正しない方針といえども鎧のことはマイナーチェンジ版の位置づけで実質的な新作にもかかわらず修正もされませんでしたしもはや公に使用と認められたも同然で草ボボ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 ですね。集中の森は迷いの森より迷いがち。ストーリーで確実に通らなくてはならない集中の森ですがここは似通ったような景色ばかりで昔迷いの森というのがありましたがそれよりもずっと難解で迷ってしまいますよね。でクリアしてからならもう覚えているだろうと思って改めて言ってもやはり迷ってしまい歴代の中でも相当に難易度の高いマップですよね。しかも鎧島では集中の森だけでなく洞窟や他のエリアも迷いやすく迷い島なんて名前をつけてもいいのではないかとつい国会に提案したくなっちゃいますよね。地図雑。鎧島は広大すぎて地図を見ても分かるのは自分がどこのエリアにいるか程度で細かい位置が全く分かりませんよね。でこの大雑把な地図をチラ見しつつ目的地を目指すと大抵いつの間にか別のエリアに行ってしまうなんてことは69回はあったのではないでしょうか。特に海だと目印も少ないため地図はより役に立たなくてマジ勘弁。ついつい伊能忠敬がいればなぁと思っちゃいますよね。海広っ。海は広いな大きいなルナトンが昇るしソルロックが沈むなんて言うとりますけど鎧島周りも例に漏れずとにかく海が広くて特に海は障害物が少ないのでよりだだっ広く感じて持て余しているくらいに広いですよね。ストーリーで行く必要もないところもあり特に目星ポケモンがいないところは一切行かないケースもあると思います。私はメイン赤なのについ最近までまだ行ってないところが地図にあり驚いたくらいです。海にお船を浮かばして行ってみたいなよその国なんて言うとりますけど海の果てに行こうとチャレンジしてついついコロンブスぶってしまいますよね。ただどのジャンルのゲームにもありがちな見えない壁に阻まれるオチなんですよね。特に王冠マークの島を目指した人は数知れないと思いますがそこにはたどり着けなかったと思います。果たしてこのマークにはどういう意味が隠されているんですかね。大キノコ集めマジだりえ。鎧のことが配信
信されてからワット集めもしやすくなり、ミントも集めやすかったり、アイテム入手がまた一段と効率化されたかと思います。しかも新登場した鎧鉱石も集め方が開拓され、ある程度は効率的に集めることができるようになっています。ただ大キノコだけは例外で、割と時々必要になるタイプのアイテムなのに、どんなに効率のいい方法をググっても見つかる方法は全部マジだれ。昔のポケモンのアイテムと比較したら集めやすいと思いますが、効率化された現代のポケモンにおいてはちょっと面倒くさく感じちゃいますよね。ボングリの仕様にピエンガチ。鎧のことを配信前からボングリが登場すると言われていて非常に注目されていましたが、実際蓋を開けてみると冗談抜きで手に入らないと一緒くらい確率が低くて、ピエン地獄に陥った人は数え切れないと思います。ボングリは腐るほど集められるのに、そこからの労力がえげつないので、どんな方法を使ってもピエンからは決して免れないでしょう。結局重要なのは友達。やっぱり鎧の孤島でも剣盾と同様に重要なのは友達なんですよね。新登場したポリゴンやフーディンとかは通信交換が必要ですし、鎧鉱石収集にはハピナスレイドなどで友達がいた方が効率的に進められるんです。友達がいるといないではまさに月とすっぽん、いやルナトーンとカジリガメです。でも多分ゲームフリークはたとえ本土から遠く離れたような寂しい孤島であっても、仲間といればそんなの関係ねえ、はよパピーだよってことを私たちに伝えたかったのかもしれませんね。Just...